ウィス、エスエス。今日はね、ここブリーチングの下でね、ここ池、ため池からね、水が通ってくるんで、そこに何がいるか調査していこうと思います。じゃ早速ブリーチング開けていきます。よいしょ、許可は入れてるんで、ね、開けても大丈夫です。よいしょ、じゃ早速こんな感じで、ね、撮っていこうと思います。出しすぎて、あ、エビが1匹、よいしょ、スジエビかな、入ってますね。こんな感じで網入れて取っていくと思います。私がいった、よいしょ、多分落ちたんですかね。牛がいる、こいつ特定外来生物で生きたままの運搬飼育が禁止されている種類ですね。やばいね、こいつが一緒に入ってて、まあ、エビがね、たくさん取れたんですけど、こいつはね、今回駆除対象なんで、駆除していこう、駆除します。ブルーギルですね。特定外来生物で生きたままの運搬飼育が禁止されてますでね、よく見たら入ってました。また牛がいる、ちっちゃい世代ですけど、ちっちゃい個体ですね。あとは全部ブルーギルかな、で入りましたね。よいしょ、土壌ですね。まあちっちゃいんですけど、土壌がね入って、これ外来種と一緒に入ってるんで、取れてよかったですね。完全に濁った。よいしょ。よいしょ。どうだ。今回は何も入ってないですね。まだ何も入ってないですね。大体こんな感じかな。じゃあ今日の成果を発表していこうと思います。はい、という感じでね、今日はまず牛がいるね、2匹と、これはね、エビがまあ数十匹かな、たくさんいるのと、ブルーギルが4匹で、土壌が3匹取れましたね。ブリーチング1箇所がこういう生態系で成り立てました。まあね、よくはこう水がね通るんで、その都度変わると思うんですけど、まあね、こいつは一緒にいてね、見てもエビ食べられますよ。なんでね、今回取れてエビはねちゃんと帰ってね、土壌と、あとはね外来種がねいない状態で、今回返してまた入ってくると思うんですけど、その都度ねちょくちょく取っていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。